今ね、99,985キロ。多分帰るまで20万になるんで録画します。まあ10万言うてもようやく10万って感じですね。1983年式やから、38年、まあ、あの間にね、まあ、あの仕事が忙しくて乗れなかったり、あと独立した時にエンジンが、まあ、腰下がね行ってしまって、2年ぐらい放置してた時期もあったんですけどね、まあ、ようやく10万キロ行きそうです。乗り始めて今年で何歩かな、1993年から乗ってるから28年目です。28年前にね、まあ、父親がね新車で買うたこいつを、まあ、あの大型免許を取ったら譲ってやるって言われたんで、一年放棄してね、あの当時はまた限定会場だったんですけど、限定会場試験場に何回目かな、8回目ぐらいでようやく取れた感じです。途中ね、エンジン何回も壊して自分でいじる壊しのが多かったんですよね。まあ、あのハイコンプピストンがいいからって言ってハイコンプ入れたりね、まあ、3拍子がいいから入れてね3拍子にしたりとか、まあ、今考えたら大間違いですね。遅い遅い言われますけども、遅いっちゃ遅いですね、国産のねリッターとかに比べれば。まあでもね、普通に日本の下道走る分にはまあ問題ないんじゃないかなと思いますよ。うん、まあクールやから熱にはねちょっとね大変かなと思いますけど、まあそれでもねオイルをね、フル新製のマルチオイルとか入れといたら、まあそんなにそこまで100度いくかいかんかぐらいですね、渋滞で。でもまあ東京の渋滞はちょっとね、わからないんで、なんとも言えないんですけど、まあ、大阪近郊走る分には特に夏場でも問題なく走ってますんで、まあほんまね、エンジンが大変になったりとか、走ってる途中にね、片肺のまま走っとったらね、キャブレターから火を吹いてね、なんか高速で火吹きながら走ったこともあったりもしましたけど、でもね、それはね、あ、ランボルギーニ、それはね、ただ単にね、自分のね、整備ミスですね。うん、まあ、片肺になったんも何でしょうね、バルブがくっついてしもたのかな、抱きついたやつか。うん、それでまあインテーク側とエキゾースト側がのバルブがね、こうツンクして、で曲がってしまって圧縮がねなくなって、でまあ全然当然ねエンジンかからないから片肺になっちゃったんですね。まあ今はもうほんまそんなことは全くないですね。でそれでもね、それオーバーホールしてそういうことになってますからね。オーバーホールしたから確実っていうことじゃなくて、その後の調整、うん、あとはまあ使うオイルかなと思います ね。自分ねフル新製ずっとね、まあ、最近、まあ、2003年に更新したまで仕上げた時にね、そこからもずっとフル新製マルチオイル入れてるんですけど、まあ、なんでそんな入れてるか言うたら、
まあ、もうこの間50万キロになったね。50万キロ走ったあの LEG さんにね、人がね、バイブスにも乗っとった人がおるんですけどね、まあ、その人がもうずっとね、フル新生のマルチオイル、レッドフォックスの 15W50 を使っててね、50万キロ走んねんから、まあまあ間違いないでしょということで、自分もね、それまでは鉱物入れとったんですけど、まあ入れてみたら、これがまた温度は下がるわ、まあとにかくね、油温が上がるのが一番ですね。ほんで、まあバラしてみてもね、摩耗なんかほとんどないですし、まあこれはええわいうことでずっと使ってますよ。50万キロでオーバーホールしたな、あの人確か腰をやっただけで、腰下なんか一回も触ってないですからね。でガタガタが言うたら全然そんなことないし、ほんのすぐ静かなエンジンですね。あんなの見とくとね、ちょっとね、もうフル申請で問題ないかなと思いますね。でもフル申請入れてね、オイルが漏れるか言うたらね、待って、もう組み直したら大丈夫ちゃいます、自分のも漏れてないしと。回したら漏れるとかね、いう話も聞きますけど、どうかな、ガンガン回しますかね。4000回転ぐらいは回すんでね、それでも漏れるっていうことないんで、大丈夫なんちゃうかなと思いますが、まあ、それよりもね、エンジンライブの摩耗、あとはコールドスタートの時のダメージのなさっていうところの観点からね、フルシンセマルチの方がいいかなと思います。まあ、オイルはね、その人それぞれ考え方とね、使い方もあるんでね、一概にこれがいいなんては言いませんけど、自分はもうフルシンセマルチでずっと通そうかなと思ってます。今はね、レッドフォックスがね、高鳴ってきたんでね、昔はね、安かったんですけど、最近ちょっと高鳴ってきたんで、レッドラインの 20W50 に入りにしてますね。まあ、内容っていうか、そのオイルのベースオイルの種類で言うたら、レッドラインの方がコンプレックスエステルなんで、レッドフォックスよりもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、使ってみた感じ違いは分かんないですね、さほど。エグいね、キャーン。キャー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 、入れるかな、すみません。まあでもね、エンジンやらかしたんは結構ありますよ、なんかね、ショップも今は潰れてないショップなんですけどね、そこに、ね、まあ、シリンダーのボーリング加工を依頼したんですよね。バイセコの4オーバー、4サイズオーバーのやつを入れるのに、加工を依頼したらね、どうやらそれがね、あれですよ、クリアランスちっちゃかったみたいでね、で組んで、まあ、奈良市もそこそこに山形まで行ったんですね。山形から帰ってくるとき、まあ、行ってる途中かな、なんかね、すごいね、カタ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 音をしだしてね、まあ、タペットかなと思ってタペット周りばらすんですけどね、そんなね、カチカチぐらいやったら、まあ、タペットだったんですけどね、もう聞いたことないな、ボンネットバスがね走ってるような、そんな音がして、でまあね、開けて、まあ、なかなかね、エンジンいったなんて、そのオーバーホールしたて、加工したてやから、そんなん大丈夫やろうと思って、そこはないかなと思うとったんですけど、開けてみたら、もう、ピストン焼けついてるわ。まあ、ほらね、画像を上げますけど、こんな風にね、インテーク側が、もう信じられんぐらい焼けついてて、まあ、これでもね、走っちゃうんですよね。まあ、高速普通に走って帰ってきました。
で、この時に確かシリンダーをのなんか中削ってな、スリーブじゃないんやろうけどね、まあ、圧入してもうて、でスタンダードサイズで戻して、まあ、そこからあれが2000、なんぼや、あれが2000、あれが2003年か。なんでオーバーホールした2013年か。フルオーバー、腰下をやったのが2013年ですね。上げたのが。だから今から8年前ですよ。なんで、それをやらかしたのが多分2002年ぐらいでしたわ。で、まあその時にスタンダードサイズにして、それでもまあ Y セコのハイコンプピストン 9.5 対1入れて、で、なんだ。HSR にアンデリウスの映画見りとったのかな。で、天候は確か第2 S やったと思いますよ、ね。まあ、それでもね、まあ、普通には走っとったんですかね。ただ、オイルはその時は鉱物入りのずっとシングル50でしたね。今考えたら、ちょっとね、冬場にシングル50とか入れるのはとても良くないように思いますけど。んで、そっからはまあ普通には走っとったのかな。でもまあずっとねシングル50入れとったからね、オイルが漏れちゃうんですよね、走っとってね。でまあガスケットの選定も悪かったというのもあるんでしょうけど、まあそっからもっぺん腰上オーバーホールして、でガスケットが吹き抜けたかなんかで腰上上げたら腰下のガタがすごいということに気づいて、でそっからかな、2年ぐらい放置したんだ。もうガタガタのクランクピンでしたね、割ってみたら。でもでなんとか組み上げれましたけど、もうあと11キロで10万ですわ。11キロどこ走ろうかよ。あれか、それで、カムをやめたんかな。で腰下やってもまたハイコンプやってたんだ。で、なんぼかな、2015年ぐらいかな、その時にマーレーのスタンダードサイズピストンが手に入ったんで、まあ、それに組み替えて、その時に J カムに変えたんかな。で、Jカムに変えるついでに、バルブスプリングもノーマルいうかね、名式にあったやつの純正品が入手できたんで、それに変えて、バルブはブラックダイヤモンドのまんま。だからバルブ周りもね、もっぺんちょっとやり直さないかなと思うんですけど、微妙にちょっとね、燃焼室に入っているような感じがしますんでね、リア側が。でもそれぐらいか。今はもうだいぶね、調子はだいぶ固まってきたかなと思いますね。で昔はね、そのパワーがある方がいいかなということでね、そういった方に振ってカスタムしてたんですけど、ね、やっぱりこの年式にはマイルドにこう吹き上がるような感じのセッティングにしてあげた方が自分は気持ちいいかなと思いますね。そもそもね、クランクがねエボの4速と同じなんですね、これ確か。まあショベルって言うても、この最終型のショベルはね、ショベルと最後のほんまね、なんか完成されたショベルヘッドって言うんですかね、牙を抜かれたショベルヘッドというのが、まあそれを完成というのが性能を、味を落としたというのかは分かんないですけど、まあマイルドに吹き上がるのが好きやったらこれでもいいかなと思います。ただね、まあ、そういう内容とかで向こう手でアメリカでいじくり倒されてるショベルなんて、もう中何されてるか分かんないんでね、純粋やと思って開けたら中に S&S のクランクが入ってたとかいう話もよく聞きますからね、開けてみらんと分からんっていうところは本当のところかなと。
通に乗る分には日本の国内であれば、まあ、高速もね別に120ぐらいは軽く出ますしね。いやそのカスタムしなくてですね、うん、純正状態でそれぐらいは出ますし、なんていうんかな、整備を整備が調整をうまいことを言うか、正しい言うたら語弊があるんでしょうけど、まあまあ性能がね一番、まあ、よく出るような状態に合わせてあげたら全然問題なく走りますね。あとまあ電装系が弱い言いますけど、まあコイルもねフルトラに変えてエボのコイル突っ込んどきゃ、自分今これね16V 昭和使えるいうのを組んでね、あのコイルには 16V 放り込んでるんですけどね、まあ、夏にノンストップで豊橋まで行った時とかね高速使ってね、まあそれでも全然、まあ、飛ばなかったら全然大丈夫かなと思いますけどね。まあちょこちょこしたメンテはそれはね必要ですよ、うん、乗ってる限りのバイクなんだから。オイルベアリングの休止とかねステム周りの休止とか、意外とほんで忘れがちなんがねフロントフォークオイル交換ね、結構ねこれねフロントフォークオイル交換してあげたら乗り味も変わりますよ。あとはリアサスの交換ですかね。言うてももうね最終年度から40年ぐらい経ってるバイクのね純正でついとったそのサスペンションがだいぶ下手ってると思うんでね、まあ、現行っていうかな、まあ、2000年からのダイナシリーズのサスペンションなんかは割と安く手に入るし、それに交換するだけでも乗り心地はかなり良くなります、まあ、とにかくね山道走ってコーナーでねビヨンビヨンになるのもかなわんでね、すぐすぐフロアボードすぎますし、ね、あと8キロ他にまあバイクなんでね、そのホイール周り、ベアリング周りとか、そのサスペンション周りっていうのをちゃんとしておくと乗りやすくなりますね。あとまあチョッパーにされてる方の車両に関してはちょっと分かんないですよ。いろんなパーツつけれますからね、改造車。純正至上主義っていうよりもね、とにかく乗りやすいですよね、この FLH というのは楽ちんやし。でまあね、楽にあようにその長距離走れるように調整して、で、まあ、どこまでも行けるような、まあ、そんな改造というか、まあ、カスタム、うん、調整かな。点火系をね、とにかく点火系の強化はちょっと必須かなと思ってます。自分これエボのフルトラは組んでるんですけど、まあ、パンクすることもないですしね。であと VOES のスイッチがここにつけてね、 VOES のスイッチを、まあ、切り替えれるようにしてるんです。スイッチ自体はねこれちょっとクワッドスイッチつけてないんですけど、キャブニーの取り出しのあれが口がないんで、でつけてないんですけどね、まあ負荷がかからないときは VOES のオフにしてあげて、で走るとあまあ気持ちよく走れますね。で、まあ、加速とかね低速のときは今みたいにオフにオンかスイッチオンにしておいてあげたら、カーブが低い方のカーブ、低回転側のカーブ、低回転いやトルクが必要なときのカーブにあって、見えたらちょっと細い点火時期に変わってる状態ですね、うん、まあそれで下道とかもそれでずっと走ってる感じですね今、まあ、VOES のスイッチみんなねエボの時代はなんか打滑のごとく嫌われてるんだ、
みんな外してたんですけど、まあ、いいシステムだと思いますよ。国産とかはね、不発で見てるのかな、チャブにポジションセンサーつけて、アクセル回路とか見て、それでマッピング作ってるみたいですよね。まあ、できればそれぐらいのシステムを組んだら気持ちを走れるんかなと思うんですけど、まあ、とりあえず今ね、あるのはその VOES を利用するぐらいしかないんで、変化系はそんなにやってます。あと、まあ、さっきも言ったように 16V の昇圧回路を入れて、まあ、点火の力を強くしてるっていうんですかね、まあ、要火花が飛ぶようにはしてますね。だからまあ信号待ちでね、昔はそのなんかストールしたりとかもあったんですけどね、今はほんまないですね。全くないですよ。で、何年前とかな、2018年今から3年前にまたね、腰下から全部バラしてやった時、燃焼室見たんですけどね、あんまり綺麗な状態でした。キャブの調整もね、重要なんですけど、まあ、キャブいじるんやったら先に点火いじった方がやりやすいんちゃうかなと思いますね。まあ、国産よりの CD の方とね、この間、まあ、月ヶ瀬で知り合って、で、話しとってね、まあ、キャブを、キャブのセッティングが決まらんと言わはるんでね、まあ、キャブのセッティングするんやったら先に点火系いじって、ウォーターに入れた方がいいですよ、って。言うとったらほんまにね、ウォータに変えはってね。で、やっぱりそのウォータに変えてから、キャブのセッティングはやりやすくなったと。なんか、狙った通りの、なんか、調整ができるって言ってましたわ。自分もね、何やったかな、スクリーミーのバタフライキャブを最初に入れた時ね、全然セッティングが決まらんでね。でまあ、点火時期はいじったか悩みやして、結局あの時はバッテリーから直でね、直いうか、まあ、リレーかまして最短で、コイルに電気が流れるようにして、で点火時期を正しい状態に合わせたら、全然すごい気持ちよね、そのイーグルスクリーミーのイーグルキャップを使えるようになったんですよね。ほんまね、それまではね、何やこれいうぐらい決まらんキャブやったんですけど、まあ、キャブじゃなくて結局自分の車体のせいでした。ほんならそのショートカットすることによってね、電圧が上がって調子が良くなるんやったら、もっと電圧上げたらいけんちゃうかなと思って探してみたらね、まあ、国産の人は結構やってるみたいで、16V 昇圧回路っていうのがあったんですよね。で、その人 16V で、16V が直に入るようにつけてあげて、だからまあまあ、これまた調子がいいですよ。一発一発でね、歯切れいいですよね。あともうキャブの調整ね、キャブがちょっと安い時にいっぱい買いすぎて、結構ねまだつけてないキャブがあってね、でいちいちそれ調整するのにプラグ見てっていうのもめんどくさいなと思ったんでね、まあここにねありますように風鈴ピケつけました。まあ、これはそのただ単に数値を表してるだけでね、その制御系はこの中、ナセルの中に入ってて、でセンサーはこの下ですね、マフラーにフロント側だけ取ってるような状態で見てます。まあキャブ1個なんでね、どっちが取りゃいいかなと。
目つけとったらね、走ってる途中、例えば今ちょっと薄い感じですよね。だからパーシャルでちょっと薄いかな。 14.7 より大きな数字だったら薄いことになりますしね。まあ、14.7 が理想区年比ということで、まあ、そこを基準にして濃いか薄いかって判断します。10万キロか。まあ自分でね、いじり壊したのが一番大きかったんで、今でこそね、ちゃんと無料にはなったんですけど、ちゃんと褒めてんのかな。とりあえずエンジンオイルがね、フルシンセマルチ入れてガンガン回してね、乗れへんぐらいにはできてます。でまあ日帰り400キロぐらいのその下道ツーリングっていうのも全然普通にできますし、真夏に高速使って、ね、豊橋行って帰ってくるいうことも、まあ、全然問題なくできますし、ショビルが壊れるっていうよりも、まあね、最終年度でも40日間でね、乗りっぱなしの車両やったらまずいと思いますし、エンジンオイルね、管理がまずかったら中の摩耗もすごいですしね。そうそうフルシンセオイルずっと壊してるような人もおらんでしょうから、まあそれをね、ショビルはこんなもんって言ったらそれは全く間違いやと思いますね。ショビルじゃないっすよね、ショビルのせいじゃないでしょ。そういうことかな。バイクの基本通りにやるべきことをやって、いらんことせえへんかったら、もう普通には走るんちゃうかな、このバイクはと思いますけど。120キロが限度っていうことはないと思いますね。まあ、ギアの調子とか書いてあげんとダメかもしれませんけど、まあ、でも普通に、高速をね、車の中で乗って走るぐらいはできますわ。この間あったオルタネーターのパンクかな。でパンクもね、急に受けたわけじゃないんですよね、実は。今ね、走った後に充電器つないでも満充電状態になっててね、別に充電が必要ないっていう感じなんですけど、交換する前の3年ぐらいかな、もう走ったらね、充電してもしばらく充電せなあかんような状態になってて、でもその時でも、確かにバッテリーは電圧はちょっと低かったかな、充電電圧は。今思えばね、予兆はあったんですね。まあ、それを予兆と思うかそんなもんと思うかで、まあ話変わってきたんでしょうけど、でまあ完全にね、発電せえへんになって、その時もバッテリーをね、こうやってボルトメーター電圧計つけとったから事なきを得ましたけど、まあ、電圧計こんなにでかいのつけらんでも、ちっちゃいのでもいいからつけとくと、電気系の不具合はすぐ分かって、まあ便利かなと思いますよ。91号線で10万キロかな。800メートル。
300。昔ね、家庭の河川敷でしたわ。その方で10万キロ、はい、行きました。さあ、10万キロ行ったし、次のメーターに交換します。こいつはまだちょっと寝かしておきますわ。はい、10万キロ行ったし、でね、回してフルトラに、フルトラじゃない、ごめんなさい、フル申請入れたからって漏れることはないと思うんですけどね。こんなもんでベースからも特にないです。本体もこんなもんでね。もうここのね、ロッカーのガスケットなんて、落ち取ったガスケット持ってきてね、それ再利用したんですけど、まあ、あのガスケットはいいですね。まあ、ちょっとそこはさすがに怖かったんで、液体パッキンちょっと塗りましたけど。こういうのもね、あのエボのスクリーミーグルのやつ入れてますね。こんなもんですね。じゃあ以上。